おみしい師範代のしばらく借りに行こうか。では別撮りのはい、お土産対決、うん、まあ、3つずつなので、はい、じゃじゃんで1個ずつ出しましょうか。そうだね。はい、先方最初はグーフーじゃんけんほい、あいっこでしょ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 。いや、僕からです。ああ、そうだね。はい、まずはこれです。じゃじゃん、じゃじゃん、多分映ってるでしょ、どれかに。それは何、いいねみたいな。これ、まあ、これだけやったらね、あれなんですけど、これ売ってたのがモスクって。あ、なんで売ってたのかもよくわかんない。こういう、あ、はいはい、魔除け、魔除けやね。イスラム教の魔除けです、ね。あ、イスラム教のなんや。はい、なんかこの、これ目玉で、うんうん、なんか悪いものから身を守ってくれるらしい。うーん、こんなんがいっぱい並んでる中に一個ポツンとあって。これは絶対くだらないお土産選手権行きやと思う。ただこれ1個買う恥ずかしいじゃないですか。まあね、マヨケ3つ買いましたよ。ちなみにそれで何もしたの。ね、1個1ユーロです。これで4ユーロです。なるほど、それ安いな。はい、じゃあまあ4つで500円ぐらい。なるほどね。なるほど、これあのトーン記号とかなってるし。そう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 、これはね、なんかいいなと思って。いい感じ、いい感じ、トーン記号ね。ね、これ楽器ケースにつけてたよ。もういい、ちょっと暗いところで見たら怖いですけど。視聴者プレゼントにします。あ、いいんじゃん。どう応募したらいい。どうやって応募すんね。もうね、応募してくれそうな人の顔しか、顔、あ、まあそうやな、この人かなっていう人しか浮かばへん。あ、じゃあ、登録者数が何人になった時の記念の、はい、景品の一つにしたら。それまで家にあるかな。気がついたらなくなってそうな。どっか埋もれてそうな勢い。はい、私の先方、はい、あ、違う、これが本題じゃない。先方は、この、このいいねやろ。いいねキーホルダー。はい。オッケー。では、市販台の先方は。ちょっと見て、こうね、向こうのスーパーの袋の中に入れて帰ってくる。これかな。これはね、じゃじゃん。え？ちょっと分かりづらいかな。こういうね、わかめ。わかめ？そう。はい。乾燥わかめ。はい。乾燥わかめ。ちょっと今朝出てくるときに乾燥わかめ味見してみようと思って開けて一遍。あ、そのまま食べるんですか？お味噌汁に入れるんじゃない？ちゃうねん、ちゃうねん。ここはこのまま食べれるように。なんかスコンプみたいなイメージ。でかすごいやろ、なんか昆布や、こんな感じです。昆布ちゃうで、わかめ。あ、わかめ。まあ食べれんことはない。なんかこれが薬局とかにも売ってるし、スーパーにも売ってるし、ちょっと健康食品的な扱いで売った、うん、アイスランドのお土産、うん、何が人気みたいなことを調べてたら、これがパッと出てきて、そんなわかめなんかその辺売ってると思って見てみたら、薬局でうろちょろしたら、あれわかめ置いてるわみたいな。でスーパーの中でうろちょろしたら、あれか、あのかなんか乾燥乾物みたいなとこ置いてるところあたりにも置いてあって、うんうん、でそこで買ってみた。けどめっさんのとこ開きますね。いやうまいね。これだから酒のあてみたいな感じで、ね、そう行くんですかね、うん、そうだから結構いけるやん。全然関係ないですけどね。ちょうどアイスランドの時、うん、横切り立てやったじゃないですか、うんうん、まあなんかそれっぽい感じのジャンパー着てたのもあって、その映像を後ろからうちの奥さんがこうチラッと見た時に、めっそう海の男みたいって言ってました。海の男、ちょうど海岸線を歩いてる時に、うん、めっちゃ漁協の偉い人とか。なるほどね。2年に1回ぐらいめっちゃでかいマグロを釣り上げてきそうな感じでした。そういうところでこう乾燥させたような。なるほど、わかめのこういう乾燥わかめでした。髪の毛も入るかもしれない。あ、入るかも、入るかも、入るかも。これあげるわ。はい、いっぺん試しにお味噌汁に入れてみましょうか。いいかもよ、いいかも、いいかも、ほんまに、ね、うん、はい、
はい、というわけで、まあ一発目はこんな感じですね。どっちがくだらないですか、はい、そうか、これはくだらないものを競い合わなかのか。そうです、全然くだらなくないやん、俺。そうですね、おいしいこれは使い道ないですもんね。それ、使い道ないね。はい、じゃあ、1回戦、初戦、私の勝利でいいですか。そうやな、はい、そうか、お土産持ち帰るの、これ、はい、これ、視聴者プレゼントでいいやん。そうします、そうしよう、はい、これ開けてもだからもうプレゼントできる、ね、そうですね、食品なんでね。そうじゃあ次、俺から行こうか。はい、これはね、あのくだらないもの選手権やということをすっかり忘れてたから、あ、普通にお土産を、普通のお土産を買ってきた。これです、フィッシュジャーキーです。珍しい、あのなんかお酒飲むときにこう咲くやつ、ちっちゃいやつありますけど、あれのでかい版ですね。ああいうやつです、フィッシュジャーキー。だからくだらないかって言ったら多分くだらないことはないね。そうですね、向こうのほんまに名産やねんな。干した魚って雑な説明ですねそうだから魚って言ったらそれかもしれないね。ああなるほどね。フィッシュ&チップって言われたらタラやろ。あ、そうですね。だから、まあ、これはまだ開けてないからまだ食べてないんだけど、普通にうまそうですね。そう、これ多分普通にうまいと思うね。だからここで開けんと持って帰って、はい、あのちょっと揚げ親戚にあげる。はいすごい、でもパッと見た目なんか畳みたいなね。うん、ブー言うてるけど。そうですね、ニュースがありました。ニュース、僕は笛です。笛おお、これでもしょうもなくはないやん。ただね、うん、あの民族楽器でもないみたいです。ただのお土産っぽいです。棒に穴開けただけ。まあしっかりはしてるんですけどね。お前の作りはしっかりしてる。こんな感じですね。これどっから吹くの。これはね、ここか。そうです、そうです。リコーダー的になってんや。そうですね。ここがね、めっちゃ音が悪いんですよすごいな。そうせへんかったらめちゃめちゃ。ああ、なるほどなるほど。あのそのシャンダイルの後ろにあのバリの笛が2本あるんですが、これね、同じですああ、で、あのなんか弦楽器はこれはなんかちゃんとした民族楽器なんだっていうのがあったんですけど、うんうんうん、それはね16か15ユーロぐらい。ちなみにこれ何ユーロした。3ユーロぐらい。おー、まあまあいい値段やね。で、そのまあなんかもう感覚おかしなって、楽器で10ユーロって安いじゃないですか。いやな、うん、安いんですけど、なんかこんなんばっかり見てたらそれが高く思えてしかもあのなんか華奢な作りだったんで持って帰られへんから、もうこれだよこれ、うん、これ2人ともなんか趣旨を忘れたみたいな感じですかね。引き分けた感じかな。引き分け、はい、引き分け。じゃあ大将戦。大将戦、はい。おこの出発前に言ってた、お路上でおっさんが売ってた石石でも綺麗やん、キラキラして。そうなんですよ、だからねYouTube でそれ見た時は、うん、うわ石ころ売ってるおっさんおるわと思ったんですけど、うん、なんかちゃんとしたなんか鉱石みたいな感じで、これとかね、これはなんか水晶っぽいやつ。お、ほんまや、すごいやん。これどれぐらいしてた。これね、2つで5ユーロから6ユーロぐらい。ああ、でもそんなもんなんだね。まあ、他のものに比べると高いんですけど、ただね、現地の人も何回か買うたことあるって言ってたから、そのボランティアスタッフの方がね。だから、あの、ほんまになんか、その、なんていうんですかね、イカサマ臭いもんじゃなくて、うん、まあ、ちゃんとしたもんっぽいんですけど、で、取れてる。ただ、あの、路上でめっさタバコ吸ってるおっさんが売ってました。でも現地の子らはこれを買ってどうするの。家に置いとくの。わかんないでもあのお金持ちの家とかの入り口に水晶みたいなのがあるな、あるな、あるな。ああいうなんか飾りなんちゃいます。ちゃんとそのいろいろこう施されてない状態のっていうことやな。だからね、これのほどこれの方が高いんですけど、うん、こっちはね1ユーロと言ってたんですけど、
お土産品になったらこういう状態。ああ、板についてるような。はい。マグネットになってて。コソボって書かれてるような。こう。あ、コソバーなんや。なんかね、綴りがね、ようわかんないんですよ。だから英語はコソボっぽいです。なんか現地の言葉はコソバっぽいです。コソバ。はい。で、なんか点々がついたりとか、なんかいろいろ。どの国の言葉で書くかによって、ああ、書き方が変わる。だいぶちゃうみたいです。なるほどね。はい。まあ、まあまあでも物としてはまあまあしっかりしてるんですけど、まあね、うん、もうおっさんから買うてきました。うん、路上でタバコ吸ってるおっさんから、はい、めっちゃタバコ屋さん多いんです。あ、そうなんや。あのこんな箱にびっちりタバコ詰めたおっさんが時々に飯食ってたら売りに来るんです。へー、銘柄が多い。銘柄多いというかね、とにかくタバコ吸ってる人多いですよ。へー、国の政策なんかね、タバコを勧める。そうなんですよね。その代わりあのイスラム圏なんであんまりお酒飲まないです。ああ、じゃあなんならこう嗜好品的な感じ で、うん、であの水タバコの店いっぱいあるし。なるほどなるほど。だからなんか見た目普通にヨーロッパ人みたいな感じなんやけど、うん、中身イスラム教の人で。なるほどね。なんか不思議な、僕らが持ってるそのターバン巻いて、うんうん、隠してみたいな感じではなく、普通にあの西洋人のイスラム教の 人、だ多分トルコとかもそんな感じなんでしょうね。トルコの方がもうちょっとなんかイメージに近いかもしれないですね。こんな感じです。これチョコレート、悪い予感がするチョコレートですね。悪い予感がするチョコレート、うん、なんかストロング&ソルティって書いてますよ。そんなことはないよ。そんなことはないねんけど、まあちょっと一つずつ食べましょう。あの向こうの現地のほんまに有名なチョコレート。あ、そうなんですか。うん、いただきます。いただきます。あの何の味なんですかこれ。中にグミみたいなあれ。うん、このグミが、グミがこれ、表現できんやろ。ゴムみたいな、うん、風船口の中で舐めてるみたいなこの喉の奥でする匂いがさこれ強烈だからね、だからストロングって書いてあるんやろな。だからね、甘いか苦いか塩っぱいかすらよくわからない。わかんない、わかんない、わかんない。だからなんか食べ物じゃないような匂いがするわけよ。そうですね、あの本能がこう、これは食べたらあかんものよ。口の中にある状態で喋ってるこの匂いがもうすでにさ何が入ってるのこれもう一個食べていいね。いや、遠慮しますまあこの辺チョコレートのエリアとかつってフェイスタイム、あの客向きにしてお土産屋さんぐーっとこうやって見せて回ってて、はい、でなんか美味しそうなこういうのに入ったチョコレート、パクパクこう自分で決めた時に食べれるチョコレートが欲しいって言って、わーってこうやって写してきたら、こういう、あ、これなんか変わった色してるけど、まあ美味しそうやから買ってきてって言って、わかったって言って1個買って、でこういうグミもあるよって、なんかその横にグミがあって、うん、えらい強烈な色してる。あ、いや強烈なっていうのはカラフルなんじゃなくて真っ黒系やねん。真っ黒系のゴムの板みたいな、うん、こんなん食べるとかって言ってたら、それが中に入ってるってチョコやったっちこれ、ね、これ知ってるでしょ。この一番上のグミ、いや俺知らん。なんかね、ドイツかどっかの、でもこんな色してて、ドイツかどっかのお土産でもうたことある。これ現地では映る多分。この匂いがさ、味も味やけど、北アメリカやヨーロッパで古くから親しまれ、子供から大人まで幅広い人気らしいですよ。これがうん、すごいね。それが入ってるわけや。それ、まあそれが好きな人からしたら美味しいんですよね。まあ美味しいんやろね。でチョコもそんなに甘いわけじゃないから、中身のなんか、まあ好きな人からしたら風味を生かしてくれてるかもしれない。風味を生かしてんやろな。生かしすぎやこれあの裏側のこれ写真見てもほら、
中にこう黒いチョコレートがあって その周りをミルクチョコレートが囲んでてみたいな、で白いパウダーみたいなね、うん、なんかそんな感じに見えたから買って帰ってお、ね、嫁さんにあげたら、嫁さんが ありがとう会社で食べるわ言って、で会社で開けて1個食べたらってなったらしい。でこれ仕事中はダメですね。きついと思うで。これちなみにこれでおいくらなんですか。これね、あのね、あ、まあ、あの前も喋ったかもしれんけど、アイスランドは日本の物価の倍近いので、だからこれで1000円近かったね。ちなみにあのこれはこれフィッシュ、そのフィッシュジャーキーみたいなものは2000いくらで、この乾燥わかめは800円ぐらい、はい、アイスランドシンフォニーのギャラ、いやあのね、まあよかったんやろうけど、ごっつい税金で取られた。ああうん、まあなので安いアイスランド旅行みたいな。そうですね、そう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 でしたね。さて3戦目どっちでしょうね。これどうよ。僕ね、行く前は絶対の自信を持ってました。あのコソボで路上が売ってるおっさんの石。ただ買うてきてみたら、なんていうんですかね、意外と綺麗し、そう普通に綺麗、うん、でいまいちインパクトに欠けるなと。あそれにそれに それに比べたらこいつはこのチョコレートのインパクト、インパクトあるでしょ、負けました。だから初戦負け、俺が負けて、はい、あの2戦目は対抗になって、はい、こっちで勝ったっていうことは引き分け。引き分けですね。引き分けか、なるほどね。もう何やったらね、僕の3つのうちの2個この石で勝負しようかなと思って。次もみたいな。はい。まあしゃあないな、これでしたね。なんか勝負がつかへんかったね。いやね、うん、ほんと多分見てる人に伝わらないですけど、うん、このインパクトやばいですよ。お、あのなんかあれね、公開収録とかしてみんなに食べさせてあげたい、ね、食べさせてあげたいですね。なあ、これはぜひ食べさせてあげたい。はい、というわけで以上お土産観光賞でした。またどっか行くときはやりましょう。あ、そうやね、うん。はい、ではシアンダイ今回の収録はいかがだったでしょうか。いや、アイスランドでの出来事ね、うん、それとコソボでの出来事、こういろいろ話すことができて、まあ皆さんにもね、それがちょっとでも伝えることができたら嬉しいなと思っておりますが、いかがでしたでしょうか。さて、はい、じゃあ今後のご予定なんですが、うん、あのこの間話していただいた台湾の話、はい、もうちょっと詳しく教えてください。そうですね、大会自体、あの台湾である、ユーフォニアムチューバーフェスティバルものに、ゲストアーティストとして参加させていただきます。で、それが、まあコンペティションがあるので、向こうのコンクールですね、ソロコンクールがあるので、それ自体は7月の27日からスタートしてるんですが、師範代が参加して、で、そのフェスティバルの催し物としましては29日から、31、2の5日間で、うん、あの開催されます。で、師範代は、ね、あの8月の3日に日本に戻ってくる予定でございます。旅行日程じゃなくて、あのどんなことやるか教えてください。向こうでね、あの台湾の吹奏楽のバンドをバックに、ソロを演奏させて、まあ、各アーティストがソロを演奏したり、それぞれのアーティストが、リサイタルを開催したり、でそれと、まあ、マスタークラスですね、あの皆さんが聴講している方々がいらっしゃる中で、何人かをマスタークラスでレッスンして、で、それとプラスこうしゃべずっと何かについてしゃべるっていう講義の時間もあったりするみたいな。講義何するんですか。いや、どうしようかなと思って、この間ちょっと、まあ、現地の、スタッフとやり取りをして、で、まあ、どういうものをみんなが求めるかなっていう話をした時に、まあその小学生とか中学生とかの若い子たちもいっぱい来るんで、まあその基礎的な内容をお話ししてもらえたらなっていう話にはなってて、うん、だからまあ道場でやってるような内容を、まあ、向こうで、まあ、実際にそのみんなに伝えて、で
別で時間取って、あの本気で道場みたいなことができたら面白いかなと思いながら、いいですね、現地でね、台湾でも輪になって、そうぜひ写真撮って持って帰ってきて、そうですね、そういうことができたら皆さんにもまたお伝えしたいなと思っております。そうですね、何年かして行ったら、あの台湾 の, あの楽器吹いてる人たちの中で道場って言ってる人がいたら、道場って、うん、なんかまあ、ちょうどあの向こうにもあの生徒の藤田くんがおるからね。あ、そうですね。そう藤田くんが台湾で道場してくれたら。会う予定あるんですか？あのね、実はその今7月の頭なんですけれども、来週、そのプロモーションのつもりで台湾にまた、あの4日間ぐらい行くんですが、そこで藤田くんと会って、でそこでいろいろご飯食べたりで、彼とも一緒にあの演奏したり、まあその模様とかも皆さんにねお伝えできたらなとまた思っておりますので、また映像などを撮っていきます。ではそろそろお時間になってまいりました。はい、さっきよりちょっと長いですね。ほんまや。はい、この番組は熊の音楽チャンネルというマサオが配信している YouTube チャンネルでお送りしております。はい、ご覧になった方は熊のマークからぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、今回どうします？最低ゴール言っておきましょうか。この間ね、これ卒アル見て話してた時にさ、はい、このマークこのポーズなんですかって言ってたの。あ、チーズってやつ。チーズのポーズ、はい、あれちょっと混ぜてみる。どこにどう混ぜます？俺たち最低だぜ、おーの時に密かにここをチーズにしとくっていう。僕こうなんですけど。あ、いいよ、それでいいよ、それでいいよ。はい、密かに僕ちょっと混ぜてるからね。あ、もうすでに入ってるんですか？ちょっと入ってる。特にね、今日撮ってる1本目のだから要するに1つ前は17話、はい、ちょっと指がこう米韓のチスになってる。なのでちょっと見てみてください。じゃあ僕はこれでいきましょうか。じゃあ僕はこれでいきます。はいはい。なんかロイシーがそれ流行らせたいって言ってましたね。言ってた、はい、ちょっと流行らせてもらいましょう。はい、なんかひそかにひそかにこの番組出演率の高いロイシー。そう、名前だけ。あ、写真出てますよ、一回。あ、ほんま？スーザフォンの時に彼がスーザフォン吹いてる。あ、そうなんや。あれロイシーやったんや。ロイシー言ってるけど誰や、全く世の中の人には全く分からへんからね。はい、自分たちの範囲の中のことをダラダラと喋ってる番組なんで。そこで行きましょう。はい、はい、では行きましょう。はい、俺たち最低だぜ。また来週。来週。